歌川広重、東海道53時、ゆいゆい町は、静岡県の中部、伊原郡に位置していた町。2008年11月1日、静岡市に編入合併した。東海道の親淵と呼ばれる断崖に位置し、歴史地理学的には、関東政権と東海政権の境界となってきた。江戸時代には、東海道ゆい塾の宿場町であった。江戸時代の絵師、 歌川広重によるゆいの浮世絵には、南署を越える旅人や、ほかけ船の浮かぶ駿河湾、駿河湾越しの富士山などが描かれている。現在では、桜エビとシラスの漁業基地としても有名である。桜エビ漁の許可証を持つ船は、ゆい、かん大井川地区の合計で120隻ほどであり、国産の桜エビは、100%、駿河湾で、水揚げされたものになっている。 2006年3月31日に静岡市が伊原郡神原町を編入したことにより東西両隣を静岡市に挟まれる形となった。由井町も静岡市由井町合併協議会において2008年11月1日に静岡市清水区へ編入されることで合意に達した。それ以前から伊原郡三町で合併交渉が行われてきたが、由井町と 旧官原町が離脱し、静岡市と一市二町の合併交渉が行われた。静岡市との合併協定書に調印するものの、町議会で合併関連後議案を5対5の賛否同数となり、議長採決で否決。も月俊明と町長は合併関連を議案を町議会に再提出するも、再び5対5の賛否同数となり議長採決で否決され、 当面単独の道を選択していた。由井漁港東海道線由井駅のホームの山側に、日本一桜エビの町由井へようこそという看板が目につくが桜エビが漁獲される町として知られている。1960年代まで東海道線の車窓から天日で干される真っ赤な桜エビを見ることができたが、現在は透明高速道路やバイパスなどができたため、 見ることができなくなった。唯の点検段外国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成藤川伊藤と藤川伊勢の間を往来するには、唯の段外を海岸線に沿って進まねばならないため、古くから東海道最大の難所として、新潟県糸井川市の親淵と並び称されてきた。国道1号は海抜に近い低さに位置し、 東名高速道路は会場を通っている。高速道路の下り線は海側に面しているので、台風などによる高波を被ると、富士 IC と清水インターチェンジの間が通行止めになる。東海道本線、東名高速道路、国道1号が並行しており、町の東端と西端では、すべての交通機関が一点で交差している。主要な大動脈が一箇所に集中することから、 東海道のアキレス県とも称され、実際、1996年8月27日に発生した大型トレーラーによる事故では、横転したトレーラーから落下した積み荷が、透明高速道路を走行中の車に衝突。積み荷は止まらず並走する国道1号、寺尾交差点で停車中の車の上に、落ち大勢死者が出た、また、 修復のため長時間通行止めによる大渋滞を引き起こした。また、2010年2月27日に発生した地理地震による津波警報発令に伴う、東名高速道路、国道1号の道区間の通行止めにより、周辺道路は大渋滞を引き起こした。なお、二0 1年四月十四日に開通した新東名高速道路は、由井地区の内陸側を通るため、 開通後は蒸気の問題が大幅に緩和される。優勝学校を去った峠から望む富士山ゆいさん、桜エビのかき揚げ丼。ありがとうございます。